それでは続いて産業プラザで開催された太田工業フェアの模様をお伝えしましょう。高度な技術や技能を持つ区内企業が一堂に会して開催される太田工業フェア。19回目を迎えた今年のフェアには114社が参加。各ブースでは各企業の製品や商品説明のパネルなどが並べられ、太田のものづくりの技術の高さを来場者にアピールしました。数ある展示の中でも特に注目を集めたのが、移行連携と航空宇宙をテーマにしたこちらのコーナー。ここには医療機関と共同で開発した医療機器をはじめ、ロケットや航空機などに使われる特殊な素材を用いたさまざまな部品などが展示され、区内のものづくり企業が取り組んでいる最先端の事業が紹介されました。またフェア最終日の2月7日には太田工業ガイドツアーも行われました。今回は6つの班に分かれ、それぞれが特徴的な事業を行っている区内企業のブースを訪問。こちらは工業用の自動開閉継ぎ手を製造している会社ですが、その技術を応用しシャンプーなどの詰め替え不要グッズを製造しています。続いて訪れたのは大型フォークリフトの爪の部分などを製造している会社。こちらでは金型を使わない自由鋳造を得意としています。また贈答用の化粧箱や詰め替えトレーなどを製造しているこの会社では、木型の原型から金型を製造するという技術を生かし、こんなユニークな製品を製造。またこちらの会社では特注や特殊加工を施し、強度が強く軽いトランクを製造しています。ガイドツアーを最初に聞いたことによって、いろいろどういうところを見ていけばいいのかというようなこともなんとなく分かりましたので、今日はこれからいろいろ巡ってみようと思います。やはりいろんな方に大田区のものづくりを知っていただくということも重要なテーマだと思っているので、今日たくさんの方に知っていただいてよかったと思っています。会場には企業関係者のほか一般の方たちも多く訪れ、太田のものづくりの奥深さに触れていました。